お茶祐一です。そうだな、今回は、日本科学未来館の展示の、計算機の視線、計算機と自然について話していきたいと思います。3年前、2017年、もう4年ぐらい前かな、に、展示をしようってことだって、2階のイノベーションエリアっていうエリアが、あるんですけど、僕が小学校の時に日本科学未来館の展示を見に行った時に、ちょうどジオコスモスっていう球体の、地球のディスプレイがあるんですけど、その前にあった展示なんで、まあよく覚えてはいるんですけど、でそれを新しくするって言われて、毛利さんと館長の毛利さんと面談して、でなんか「どうぞ展示やるの？」みたいなことを言われて、「はい、展示やろうかなと思ってます」みたいな、まあ、少子高齢社会、この日本の社会の中で AI 技術って重要だよねとか、データサイエンス重要だよねとか、 IT 重要だよねみたいな話を毛利さんにしたんですけど、なんか全く刺さらなくて、まあ、刺さんなくて、で、ああ、なるほどと思って、で、それを10分ぐらい喋った後、毛利さんに、いや、そういう話じゃなくて、結局君は何が見えるのって言われて、やっぱ計算機と自然ですかねって言って、なんか、その自然がどうやって計算機になって、計算機がどう自然になって、っていうようなことをずっと考えていて、まあ、僕はデジタルネイチャーっていうものが見えてて、デジタルネイチャーって何かって言ったら、我々にとっての新しい自然で、それは質量のない世界と質量のある世界の間にものがあると。例えば映像であるものと物質であるものは今は違うと言われているけど、物質みたいな映像も出てくるし、映像みたいな物質も出てくるし、人間みたいなコンピューターも出てくれば、コンピューターみたいな人間も出てくるだろう。で、そういった中で新しい自然環境ができて、で我々は新しい視点を自然として受け入れるままネイチャーを見るんだみたいな話をしたら、ああ、デジタルネイチャーねって言われて、確かに僕が地球の外からオーロラを見た時に、それってオーロラの光は別に色でもピクセルでも自然でもなく、確かに色は色だと思ったよみたいなことを言われて、なんかそこでね、なんかああ、なるほどと思ったことがあったんだよね。で、まあ、自分以外の人にデジタルネイチャーをあんなになんかスイッチ入って力説したのも久しぶりだったんだけど、でもなんだっけ、その時に「君は何が見えるの？」って言われたのは結構僕の中では印象的で、まあ、自然と人がこう調和するように、コンピューターと人が調和し、コンピューターと自然が調和し、自然生成物も人工生成物も区別のない世界が送られるんだろうなって思ってて。それは魔法の世紀って本を書いた後の魔術家って、つまり仕組みがわからないし、嘘か本当かもわからないし、仕組みを開けてもわからないし、つまり科学によって世界が脱魔術化したって、マックス・ウェーバーが言ってたけど、脱魔術化の世界が進んで、逆に再魔術化、もう一回魔術化する世界が来て、その魔術化した世界の中で我々は旧人類が振る舞ってたように、新しい自然環境、新しい自然環境に対して、じゃあそこにある自然をと調和しながら生きていくとすれば、その自然っていうのは元来あった自然ではなく、おそらくデジタルネイチャーと呼ばれるような自然であるっていうような考え方で生きてきたんだけど、でその中でその毛利さんと出会いがあって、でデジタルネイチャー、新しい自然、新しい人間と機械の関係性、 AI、 ロボティクス、人、自然で、そういった中にそれが不可分になった、質量のない自然も質量のある自然も、コンピューターの中にも自然はあるし、コンピューターの外にも自然はあって、その中の調和環境でどうやって生きていくんだみたいなことを考えてたんだよね。まあ、毛利さんと話してた時、このデジタルとアナログ、ピクセルと、そうだな、いわゆる、まあ、光る点が、まあ、ピクセルなのか、もしくはアナログのものなのか、もしくはそれがデジタルが起因したアナログなものなのか、それともじゃあそれがデジタルに起因したアナログで動いてるものなのか、でそういったものって、まあ、区別がつかないよねっていう話になって、でデジタルネイチャーずっと考えてるんですけどみたいなことになって、でデジタルネイチャー考えてる中で、やっぱりその自然って何だろうとか、じゃあ風景って何だろうとか、あと風景の中にある、そのデジタルネイチャーってどうやって馴染んでいくんだろうっていうので。
計算機でできる展示っていうと、やっぱりコンピューターはすぐ進歩するし、ディスプレイの解像度は高くなるし、で、今はハイビジョン 4K ぐらいだけど、やがて 8K、16K になった時に、まだ見応えがするものってどうやって作るんだろうなっていうことを考えて、それでね、やっぱ鏡を使って展示作っていこうっていうのが、今回のテーマになったんですよね。で、常設展だからやっぱり解像度には敏感になりたい。つまり LED みたいなドットマトリックスで解像度が低いものっていうのもまあありだし、あえて解像度を低くしてコントラスト取るんだったらそれはそれでいいから、展示の中のギャンで、画像生成で機械学習で作った画像でうにゃうにゃと、まあ、森羅万象がうねうねしてるやつがあるんですけど、あれはあれで、まあ、なんかいろんなところからデータセット借りてきて、まあ、例えば、まあ、変わったところだと金文字の、まあ、崩し字データセットみたいなのを借りてきたりとか、まあ、なんか昆虫が植物になったり、植物が虫、人間になったり、人間がなんとかなったり、まあ、データセットの中のものがこう行ったり来たりしてるのをなんか眺めてるだけで、まあ、人間が持ってるこのおぼろげなトランスフォーメーションオブマテリアルシングス、物化する計算機然が見えてくるような気がして、で、かたや、まあ、そのギャンで生成するやつが計算機の自然っていうものなんですけど、計算機の自然って作品の横には計算機と自然っていうのととしか違わない計算機と自然っていうのがあって、で、その計算機のと自然の方は、まあ、構造色で作ったモルフォチョウと現物のモルフォチョウとロボットと、あとは、まあ、生け花と電子部品と光学常磐と、で、そういうものがこう並んでて調和してる風景っていうのを作りたくて、で、借景としてジオコスモスを背負ってる、地球を背負ってるから、デジタルのね、デジタルの地球を背負いながら、じゃあそれでいて、なんだろう、風景を見たら、この風景ってのはどっから見てる風景なんだろうなって思うんですよね。例えばじゃあ、これって本当月から見てる、デジタルの地球を見てるけど、これがフィジカルな地球だったらきっとそれは、月から、もしくは、まあ、なんだろう、月と地球の間ぐらいから見てる風景なのかなってこう思ったりとか、で、そういうような、まあ、ことを考えながらこう、あれを見てんだけど、地球を見てるんだけど、で、その地球を背負いながらデジタルとアナログが融合し、どちらももうデジタルの、なんだ、くびきから逃れられないっていうか。まあ、生物はそもそもデジタルで動いているものも多いし、DNA はデジタルだし、まあ、それで出てくる子供はデジタルかと言われたら、まあ、子供もデジタル信号ではある。まあ、DNA だって RNA だってそうだよねって、まあ、情報だよね、情報の乗り物だよねみたいなことを考えると。で、じゃあ、片やコンピューターもデジタル、コンピューターもデジタルのところもあるし、生物もアナログな場所もあれば、コンピューターもアナログなものもある。で、解像度は違う。で、解像度はやっぱすごい重要なファクターだから、じゃあそれが物理量としての解像度として、情報として一旦こう、まあ、区切って停止して、でそこから出てくるこの情報のやり取りの違いと、アナログが持ってる、なんだろう、まあ、連続性の中にある不安定性みたいなものの掛け合わせって面白いなって思ったりしながら、まあ、展示作ってたな。いや、その中でやっぱ計算機と自然は、まあ、華道家の辻さんともこうコラボレーションしながら作ってるわけだけど、やっぱりこの前再開館するときに、久しぶりに会ってですね、こうインプロバイゼーションしながら、お互いになんか大体のモチーフは最初決めとくんですよ。なんかそうっすね、なんか最初にモチーフ決めるっていうのは、なんだろう、こんな風な絵になりたいっていうのスケッチ書いて最初決めて、でスケッチ元にそのディスカッションとかして、でディスカッションして決めたやつを、じゃあ例えばこんな風な不安定な、まあ、今回まあ重力から浮いたようなものが作りたいっていうことだったんだけど、重力から浮いたようなものをじゃ作っていくのに、そうですね、だから重力から浮いたような形状を持ってきて、こう浮遊感があるモチーフを作ろうってやってって、で、まあ、大まかな形は決めず、その形をやりながら電子部品足したり昆虫つけたり、あとそこでロボット入れたりとかしてインプロバイゼーションしながらお互い作って。で、まあ、あの作品っていうのは、まあ、なんだろう、月に2回ぐらい雰囲気変わるし、毎半年に1回ぐらい中身っていうか土台自体も変えちゃうし、なんかそんなような、こう生け花が生活の中に入ってる、自然物が入ってるけど、それが切り出された自然で、でも切り出された自然は元来の自然とつながっているから、その元来の自然の持っている春夏秋冬を踏襲したものが、この極めて人工的な空間の中にあったら、それはそれで面白いなって思ったんだよね。
で、まあ、そういったようなローカルの地域性があるカルチャーと、まあ、文化とつながってるっていうのをどう考えていくかっていうのをずっと悩みながら、まあ、例えば初音ミクってカルチャーかって言ったらカルチャーだし、じゃあ浮世絵ってどうかって言ったら浮世絵のカルチャーだし、じゃあ古墳に描かれてた女性の像はどうかって言ったらそれはそう、それもカルチャー。で、そういったような、じゃあこう古くの文化と、じゃあ日記文学とか、なんだ、合戦とか、じゃあそういうところとどうやって今の現代つないでいくのかとか、例えば風鈴の鳴る音がするなと思っても風鈴の中に舌がない、鳴るところがない状態のもの、まあ、超音波で作ってるようなやつだったりとか、あとは映像だと思った魚が本物だったり、本物だと思った映像が魚だったりとか、なんかそういったような、ある種騙し絵的なんだけど、でもそれをが実在してるかどうかっていうのを本質的には、なんだろう、区別しないでものを考えてるようなことって僕はいっぱいあると思ってて、でその中にあるものっていうのが、なんかどういった意味があるんだろう、普段どういったことを感じながら僕らはこの物質的な世界に生きてんだろう、じゃあ物質の良さってなんだろう、その物質の裏側にある、じゃあそれが存在とかでだと思っているとか、それが頭の中にデータだとして感じているものっていうのは、じゃあ何の感覚、身体感覚に基づいてんだろうみたいなことを考えて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 何年か経ってできたんです。いや、その考え抜く感じもまあなかなか気持ちよくて、じゃあイルカが空間をソナーする、超音波のメロン体ってここについてる脂肪細胞の頭みたいなのあるんですけど、あそこに音を流してビーム作ったりとか焦点作ったりして周囲をスキャンするようにするって、人間が、なんだろう、そういったような赤外線ソナーとか超音波ソナーを使ってスキャンする様子にすごい似てるし、でもそういったような、じゃあおでこに入ってるこのメロン体って、なんだろう、例えば音響レンズとかメカニカルメタマテリアルとか、なんだ、ネガティブインデックスマテリアルとかを研究してる方からすれば、まあ、それって、なんだろうな、細胞を使ってそういうような構造を作るっていうのも、それはそれで非常にコンピューテーショナルだし、逆に生物的だし、でもその両輪がつながった時、デジタルの自然の中にあるデジタルと自然の共通点だし、まあ自然の中にはデジタル当然含まれるけど、でも我々が作った後発的な人工のデジタルと自然のデジタルの共通点みたいなところを見つけると、やっぱりそれっていうのは深く心が動いたりするよねっていうような、そういうところをこう拾い集めて考えてるんですよね。